英章の作乱は、英章4年に、室町幕府官僚、細川正元が暗殺されたことを発端とする、官僚細川氏の家督継承をめぐる内向である。背景には、京長屋を支えてきた内主などの機内の、勢力と正元の養子の一人、細川住元を擁する阿波の三好氏などとの対立があり、これに、将軍、足利義隅に対抗して、復権を目指す、全将軍。 足利義種の動きも絡んでいた。複雑な情勢の推移を経て、正元の暗殺から1年後には、機内勢が支持する別の養子、細川高国が、家督につき足利義種が、将軍に返り咲いたが、これに追われた、足利義住、細川住本、三好氏の勢力も巻き返しを図り、機内において長期にわたって構想が繰り返された。明王2年。 第27代室町幕府官僚職に就いていた細川正元は第10代将軍足利義材を配立して当時少年だった足利義高を11代将軍に擁立した先制権力を受立した正元であったが女人近世である主元道の修行をしていたために実施はおらず兄弟もいなかったため細川慶長屋には正元の後継者がなく関白 九条正元の抜死の清の細川はじめ門の合わし五家から住本、さらに慶長屋の文家の野州家から高国の三人を迎えて養子にしたため分裂構想の目を敗退することとなった。応人の乱で初代名家が後継ぎ争いを起こし弱体化を招く中、細川家では勝元の後継者に養子の勝行を押す動きは一部であったものの、 勝元の実施である正元が嫡男として継承することでまとまっており、その結果聖元の時代には細川家は幕府の中での地位をより強固にすることができた。しかしその聖元に血縁の近しい後継者がおらず、ここに来てた大名家よりも一代遅れで慶長屋にも後継ぎ争いが発生するに至ったのである。永正三年、摂津守護となった住元が、 実家の阿波勢を率いて入居し、その河西三義の長が正元に軍事面で徴用されるようになると、これまで、聖元政権を支えてきた、内氏と呼ばれる軽長や重臣と阿波勢との対立が深まる。栄正四年六月二十三日、主言道に没頭して、天狗の紛争をするなど、たびたび気候のあった細川政元は、魔法を修する準備として、丁内の湯屋に入ったところを、 住みを要する内衆の薬師寺長田だ。香西元長、竹玉ご七らにそそのかされた優筆の徳良らしによって、殺害された。さらに翌日、長田だらは、住本三吉これ長の屋敷に攻め寄せ、住本らを大見に敗走させ、主君として、住みを迎えて、細川慶長屋の家徳を継がせた。6月26日には、正元の命令を受けて、 丹後の一式義勇を攻めていた、赤沢友常が軍を京都に撤退させようとしたが、一式義勇や丹後の国人、石川直常らの反撃を受け、自害に追い込まれた。しかしもう一人の養子、高国は、一族の摂津文軍守護、細川政権や淡路守護、細川昌春、川内守護、畠山義秀と語らい、正元の後継者を住元とすることで合意を見た。なお、 高国については、正元の存命中に、養子縁組が解消されて、実家である、野州家を継承していたとする説も出されている。まず7月28日、薬師寺源一の子、万徳丸は、長忠の巨城茨城城を攻め落とした。続いて、翌29日、細川高国らは、香西元長の巨城嵐山城を攻め落とした。そして8月1日、 逃亡先の大海甲賀軍の国人らを味方に引き入れ、急ぎ系に戻った三好こ長が細川清野の最後の取りとなっていた、誘発権を広告制と共に一気に攻め落としたため、清野は自害した。翌二日、細川住本は将軍に敗越し、細川慶長矢の家督を継いだ。明王の政変で、将軍職を追われていた前将軍足利議員は、明王八年に、 最国一の大名であるス王の大内義雄を頼り以来その元にあったが政元暗殺後、幕府はその動向を恐れて永昇4年うるう6月、義雄追悼の臨時を得て、秋、岩見の国人らに義雄追悼を命じた。しかし同年末、大内義雄は議員を要して、周辺国にも参加を呼びかけて、上洛軍を起こし、軍勢を率いて、 山口を発すると、ビンゴ国の友で年を越しつつ入教の時期を伺った。この頃、三好これ長の戦争に反発する機内の勢力は、細川高国のもとに結集していた。住本は、大内義雄と和議を結ぶための交渉に、高国を差し向けようとしたが、逆に高国は、伊賀に出本、議員、義雄と結び、摂のいたみもと、タスクや丹波の内藤貞信らの機内周辺の、 国人を味方につけた。永正5年4月、住本や十一大将軍、足利義澄は相次いで、大江に逃れ、高国が入京した。4月末、議員、吉沖は、泉国堺に到着、出迎えた高国が慶長屋の家督を継いだ。6月、全将軍議員は、堺から京に入り、再び将軍となった。高国は、細川家の家督を象徴する右京大部となり、 大内義雄は、左京大部、官僚大、山城主語となった。この一年の間に、細川慶長屋の家督は、正元から清の、住本、高国と目まぐるしく入れ替わった。なお、近年の研究では、官僚職の政治的な権限が創出されていたために、細川慶長屋の家督を継いでも官僚に就任する、ことはなくなり、正元が、明王三年に辞任した後はずっと空席の、 状態であったと考えられている。両細川の乱は、栄城の桜を契気に勃発した、細川慶長矢の家督及び、室町幕府将軍の座を巡る内戦である。細川高国、大内義雄、機内の半身吉勢力と、細川住本、その子、春本、三吉白阿波勢との間で20年以上にわたって、構想が続いた。この構想は、 足利将軍家を巻き込んで泥沼に突入していった。当初、家を押さえた高国方は、足利義委員を対する住元方は、足利義住を擁立していた。しかし、義住の死後、高国が住元方に大敗すると、議員は住元方に通じる。高国は議員を追放し、新たな将軍として、義住の子、義春を擁立した。一方、住本の後継者、 春元は、堺久保を、足利義綱を擁立して、高国に対抗。春元、義綱陣営は、高国、義春陣営を破ったものの、義春との和睦などをめぐって、内部対立が激化し、天文の作乱が勃発することになった。永正6年6月、細川澄本、三好これ長が再起を図って、京都信仰を企てるが、細川高国、 大内義雄によって撃退され、阿波に逃亡。これ町の子、三好長秀は、伊勢に敗走したが、北畠財親に攻められ自害する。さらに高国らは、大海に侵攻した。永正7年、高国らは、大海に再度侵攻したが、住本方を支持する国人の反抗もあって大敗した。翌年、住本方は二手に分かれて、阿波から本州に上陸した。 堺から上陸した細川政権、元常の軍は、高国法の摂津国人衆に勝利、兵庫から上陸した細川昌春の軍も張馬、備前守護、赤松義村と連携して、広国家臣、河原林正よりを破り、合流して京に進行した。高国、吉沖は劣勢に追い込まれ、将軍、足利義種を要して、丹波に一旦撤退することを余儀なくされた。 京都を奪回した住本方であったが、高国方は次第に勢力を盛り返し、京に迫りつつあった。そのような状況下で、住本方の要する前将軍吉住が病死する。さらに、吉住の被護者だった六角高頼が高国方に寝返った、勢いになる高国、吉沖軍は船岡山合戦に勝利した。細川政権は自害し、住本は阿波に撤退する。 英正14年、住本方の三吉これ長は、淡路水軍を掌握するため淡路に侵攻し、高国方に寝返っていた淡路守護、細川昇春は、泉の境に逃亡した。翌年、出雲の天越や秋の竹出しなどが不穏な動きを見せ、帰化の国人の離反も、相次いだため、約10年在京し、高国政権を支えていた、大内義雄が素王に帰国し、高国は、 最大の軍事力を失った。英章16年5月、細川昇春は住本に降るが、これ町に殺害される。同年11月、住本、これながらが、摂津国標後に上陸、河原林正よりの小清水城を落とす。英章17年2月、高国が摂津で、住本、の町に敗れ、将軍吉谷は高国を見限り、住本側に通じる。高国は、 近江坂本に逃走するが、近江の六角貞だより、京国高きよ、丹波の内藤貞信のらの支援を得て5月、京に侵攻し、住本、野町を破る。これ町は高国に敗越し、除名を行うが、細川昌春の養子、彦四郎の要求で自害に追い込まれる。また、住本を摂津に追放する。6月、住本は、阿波昌遂城で病死。18年3月、 高国は対立した、将軍義種を追放し、新たに、足利義春を十二大将軍として擁立した。大英元年、赤松義村の重臣、浦上村宗、義村を遊平の後暗殺。十一月に義春の元服儀礼のために高国は、官僚に就任するが、儀式終了後の十二月には辞任している。大英四年十月、高国の重臣、高在元盛、 柳本賢治らが、阿波勢の残党を、泉で破る。大永6年7月、高国の重邸で、丹波死後の細川院県の残言により、高国が、香西元森を暴殺する事件が発生する。これをきっかけに、元森の兄の旗の種道、柳本賢治兄弟が、阿波の細川春元、三好元町と連携して、丹波で挙兵。高国は、 細川陰軒を丹波に侵攻させたが敗退した。丹波を平定した、旗の種道、柳本健治らは、翌7年2月に京に侵攻。高国、陰軒は、桂川で迎え撃つが破れ、将軍吉原を擁して、大海坂本に逃亡。前将軍、吉種の養し、足利義綱を擁する、春本、元町は、堺に進出し、京の支配を行った。元年、 高国、陰剣は景奪回を試みるが、春元に敗れる。この敗戦を機に、陰剣は落ち目になった高国を見限り、晴れ元方に寝返った。協力三年、高国は、浦上村宗と連携して景に進行するが、翌3月、三好元町の反撃を受けて、摂津国中島の戦いで大敗。さらに高国は6月の天皇寺の戦いで、 元町に敗れて、天ヶ崎に逃走したが、捕らえられ自害した。浦上村宗も、天皇寺で討ち死にしている。享禄元年頃から、春元陣営内部では、高国法の将軍義春との和睦を唱える松井、宗信、柳本賢治らと義春から将軍職を剥奪し、境久保義綱を将軍につけることを図る三好、元町。 畑山吉孝らとの対立が深まっていた。さらに両者は京都の支配権をめぐっても対立していた。翌2年、春元は松井宗信らの意見を採用し、高国を無視して吉春のみと和睦することを決断。これに反発した三好元町は阿波へ帰国したが、春元側近の家畜県、周佐都市の反対によりは僕は頓挫した。3年、間中で、 柳本賢治が死去すると、元町が復権し、失脚した松井宗信は、摂津に帰国した。協力四年、大物崩れで、細川高国を廃止させ、共通の敵を失った、細川春元陣営の内部分裂が再燃する。木沢長政は、畠山義隆の家臣でありながら、主家を飛び越えて、春元からの寵愛を受けていた。元町は、長政の勢力伸長を危険視し、 長政の主、畠山義隆と結託して対抗する。対する長政は、元町と対立する、三吉一門、三吉正長と共謀し、残言によって春元と元町の離間に成功した。享禄5年、元町は、波勢を率いて、春元の家臣、柳本晋次郎を滅ぼしてしまい、春元と元町の対立は、決定的となっていた。 春元の重邸で、阿波守護の細川持高が仲介して春元と元長は一旦和睦するが、天文元年6月、春元は、少女や木沢長政と結び、一向一気に、堺の元長を攻めさせる。元長は、敗れて自害。春元は、将軍吉原と和睦する。この後、天文の作乱が勃発。ありがとうございます。